はい、どうもこんにちは、フーガーです。今回もにゃんこ大先生やっていきます。ということで、今回は何ヶ月、3ヶ月ぶりくらいに、3ヶ月ぶりじゃねえや、10月からだから3、4ヶ月ぶりか。まあでも3ヶ月くらいぶりにレジェンドストーリーをやっていきたいと思います。はい、まあ今回は天使がいるということで、うるせえなこれ、パソコンの通知がちょっと多くてごめんなさい。ちょっと今回は天使が出てくるっぽいんで、まあ天使の強いやつを集めたんですけど、まあカチカチヤマンズなんか当たってから全く使ってないなっていうことで、まあ経験値がある限りレベル上げたんですけど、27が限界でした。はい、たまに天使とエイリアの攻撃力を下げるということで、第一形態の方がやっぱり強いらしくて、コスモとはまた別で、なんか2形態と第一形態の評価がそんなに良くなかったです。これは新しく入ったやつっぽいんですけど、そんなに評価は良くなかったですね。まあですが射程距離はかなり長いらしいんで、なんだっけ、あの馬赤い敵でいうイノシャシポジションのあの馬にはなんか強いらしいんで、まあ嬉しいことには変わりないんですけど、はい、こんな布陣です。射程距離がめちゃくちゃ長いらしいんで、まあ猫ハッカーと、まあ、ジャラミ2人はそうですね、体力的にも耐えれると思いますし、で隙をついて覚醒猫ムートでバンバン叩くと、でこのこいつですね、こいつ多分すぐ死んじゃうと思います。でなんか第3形態にしちゃったんで、なんか使ってみようかなというか、一応動画には出してあげたいなということで、はい、シュロトドラゴンの復刻コラボが開催中ですので、ぜひやってみてください。僕は特にやる予定はないんですけど、絵画のシュロトドラゴンやってみようかなと思います。でも剣士の第3形態ってなんか最弱って言われてますよね。にゃん、このゲーム史上最弱って言われてますよね、なんかまあ手に入れとくか。まあ上の一番上の難攻不落のシュロトドラゴンはXP がもらえる程度のあれなんで、まあ気が向いたらやろうかなと思ってます。はい、じゃあ何ヶ月ぶり、3ヶ月ぶりだね。はい、やっていきましょう。 GO。 いやどうなんだろうな、イベントとか回りすぎてレジェンドの難易度がちょっとわからなくなってきてる。よし来た。まずはね、ちょっといきなり出てくるっぽいんで、どうでしょう、出てくるかな。もうそれ壁を出しとくか。この速度、よし来た。どれくらいの射程距離かっていうのをまず見たいと思います。あー、おお、見た目に反して予想外の攻撃来ました。いつも通りですね。ちょっと通知うるせえな、パソコンの。猫ハッカーはどうだろう。ちょ、カチカチヤマンズ行きましょう。あそうだね、2体いたね。そういえば耐えれるかな。あー、よっしゃ、この2体行きましょう。カチカチヤマンズいや、タイミング悪かったね。だー、よっしゃ、せっかく狂乱のジャラミ当てたからね、ちょっと使ってあげないと。やっぱ耐えれますね。だー、タイミング悪いあー、これクラシック、これ出しても意味ねえな多分。だー、地蔵も入れてるけど多分役に立つと思います。よっしゃ、いけいけ。あ、耐えれるね、クラシック。クラシックじゃねえ、なんだこれ忘れちゃった、適当に名前呼んでたけど。あー、耐えれますね、やっぱり狂乱ジャラ見れば余裕だなこれ。2回耐えれるかどうかだけどね。あー、耐えれますね、余裕ですね。ちょ、ゴリラを倒そうぜ。当たるか。あー、まあまあですね、まあまあ、オッケー、波動あのね、 35% とかだっけ言ってたけど、嘘ですよ、怒んないです、そんなに余裕ですね。カチカチヤマンズも役に立ってるかどうかわかんないけどね、これじゃらみですね。よっしゃ、今がチャンスかな。あ、ゴリラ邪魔入るか。ゴリラの邪魔入んなければ、おっしゃ、はい、オッケー、余裕余裕、じゃらみゲーでしたね今回は。はい、
まあこんな感じですよ。カチカチヤマンズは役に立ったかどうか分かんないけど、見る限りに攻撃速度が異常に速いですね。すごい、もうひどいよ本当攻撃方法がはい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。どんどんレジェンドストーリー進めていきたいんで、まあ今回は巻きで短めです。はい、ローリングデッドも後回し、地獄門も後回し。地獄門はパイパイゲットしてからだな、だから当分先になると思います。どれだっけ、や闇へと続く地下道で出るんだっけ。ちょっと一旦戻って、終わりを告げる夜だからあと3、2、3ステージくらいかかな、わかんない。はい、ガマ、あ出てました、ガマタと今654レベルくらいです。はい、まあでも姿が当分60過ぎてから変わるかなと思ったんですけど変わんないですね。マックスが今のところ67だったかな。もうすぐでもカンストしちゃうな、やってたら。はい、ということで中間報告でした。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。早くねコニャンダムゲットしたいと思いますんで、できれば3月くらいまでには、はい、何も大きなイベントがなければですけど、まああるか終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。